はいさい、今回はうるま市の離島の一つ浜比嘉島に来ています。でね、これから行こうと思っているのは浜比嘉ビーチです。どのくらい前かな、1、2ヶ月前ぐらいにね、こちらのビーチ訪れたんですが、その時はね、お客さんが多くてね、ちょっとあんまり映せなかったので、と思ったけど、今日も多いね。こちら、龍宮神が祀られてる廃所ですね。中国語が聞こえるとか、中国人が多いのかな。で、まあね、今というか今日新月で、おそらくね、大潮になってると思うんですよ。なので、12時前、まあ11時ぐらいなんですが、干潮ですね。大潮の時のお昼は、ね、干潮って決まってるんで、ちょっとね、浅い海になっています。この海藻が並んでるところが満潮の波打ち際になるんですが、そこよりもね、50メーターぐらい、沖の方に波打ち際がね、できてますね、今。で、風がね、ちょっと強いんで、もしかしたらね、カジババ、ね、ボー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 うるさいかもしれないんですが、まあ、今回、ようやくね、新しく、アマゾンでね、注文した、そこそこ高い8000円ぐらいのね、外部マイクを装着しててね、まあ、外部マイクの、様子というかね、どんな性能なのかっていうのもね、編集の時に楽しみです。まあ以前ね、カチカチうるさかったのが、今回なくなってればいいなぁなんて思ってるんですが、ちょっとね、初めて使う外部マイクなんでね、っていうか、マリンジェット多いな。ね、ここに1、2、3、4、5、6、7、7台。沖に1、2。で、出て、この辺も、もうやっぱね、8月そう、8月入ってるんで、でも夏休み真っ最中って感じなんですが、ね、マリンアクティビティも盛んに、これはフライボートって言うんでしたっけ、浅くてね、もうこれ以上中には入れない状態だね。てかそもそもね、遊泳区域になってるんで、ここはね入れなかったりするんですが、ただ僕がねちょっと心配なのは、これってオイルフェンスとかない状態でただの湾になってる場所なんで、ね、ハブクラゲとか、鬼だるまおこぜとか大丈夫なのかな。シュノーケルをやっていたりね。あれはフライボートだから、足に水圧ジェットみたいなのがついていて、上がるような仕様だけれど。多分初心者だからまだ上げることができないのかな。綺麗だね、やっぱね、青空が広がってる分最高だ。だからやっぱ干潮っていうのがね、どうしても海の深さがね浅いということで、そこまで青々しくはないんだけど、でもそれでも青空のおかげで青いですよね、綺麗ですね。本当はね、こういうジェットビスケットとかね、ドラゴンを引っ張られてる様子とかもね撮りたいんですが、遠くではエキサイターで水上バイク引っ張ってもらってるね。さらに遠くではパラセーリングやってたりするんで、こうやってねテント張ったりして、この辺のマリンショップは運営してるんですね。まあ綺麗だよね。そして浜昼顔、浜顔咲いてたりして、いいね。夏の海はやっぱり鮮やかでいいですね。黙々した熊もねやっぱねあったりするんですが、これが夏の特徴なんでね、綺麗だ本当に。で、もう草ぼうぼうになっちゃってるんですが、ここに
ね、浜比嘉島、浜比嘉島のね、七竜宮が祀られています。冒頭で映したのは竜宮神が祀られている廃所なんですが、こちらはね、七つの竜がね、祀られた七竜宮、鬼殺しのお酒が祀られてるね。祀られてるじゃない。備えられてるね。右手は大きなホラガイ、左はシャホガイ。で、真ん中にビジュルと七竜宮。入り口でね、お邪魔します。できなかったね、そういえば。はい、こちら、浜比嘉ビーチでした。で、まあ前回もね、ちょこっと撮影したんですが、まだね、5分ぐらいの短い動画になっちゃうんで、心より先は、西の宇滝、行こっか。ちなみに、ふるさと海岸、あ、そう、浜比嘉ビーチね。駐車場は何台ぐらい止められるのかな、もう30とか止められるのかな。ここに駐車スペースがあるんですが、ね、ここに止めきれない人たちがね、路中をしてるパターンがあるんだけど、あれ迷惑なんでね、皆さんやめてくださいね。なるべく午前中に行って駐車スペースを確保するようにしてください。じゃないとね、このふるさと海岸でもビーチ利用が NG になったりすると思うんで。はい、こちら入ヌ宇滝ね、西の宇滝って書いて入ヌ宇滝。まあ以前も読んだことあるんですがね、ちょっとね、あんまり意味が分かんないけれど読もうか。この宇滝は琉球国由来域に、活連紛りの廃所として、政五郎より上げ竹と記録されています。民話では名辺の宇滝と呼ばれ、金王子のうないが乗ろうとしてきたことから珍宇滝と呼ばれ、だからまあね、名辺の宇滝と珍宇滝って両方呼ばれてるってことだよね。で、この呪いの子供が珍高屋の先祖と伝えられてる。その珍高屋が説明がないからね、なんかちょっといまいちわからない場所が、はい、こちら入ヌ宇滝。新鮮な場所だからね。何？なんかこの辺ガサガサしてる。見てみよう。あ、トカゲがいるね。カナヘビか。ね、これ尻尾紫だったりするけれど、じゃないね。これカナヘビって言うんだっけ？日本カナヘビ。沖縄にいるからなんか琉球カナヘビとかいうのかな。ちょっとね、わかんないんですが。はい。がんしよっか。よいしょ、邪魔します。ね、大きなね、祠が一つあるんですが、実はね、このね、上の山にもね、廃所があるんで、今回はこの階段登って上まで行こっか。どうせならね、久々だね。これ確か去年の11月12月ぐらいに東京の友達のビューン君が沖縄に遊びに来た時にね、登ったような記憶があるね。それ以来なんで、まあ1年は経たないけれど、ぼちぼち久々だ。カチ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 、バッタでも飛んでるのかな、いるはずだね。で、思ったよりも今回は開けてるんで撮影もしやすいな。正面にあるのトカゲかな、なんかね。あ、懐かしい、あれなんだっけ、グリーンバンバン。僕たちの地域でもね、ジューミーって呼ばれてる。わかる、この緑の。え、これってグリーンアナウンではないよね。もともといるそれだよね。これね、高齢グスクエとか言われるよね。唐辛子でも食べれみたいな感じなのかな。よいしょ。これ左で行ったことないな、いつもはね。あれ、え、右か。
これは今まで見たことなかったな、和歌。お邪魔します。え？地形変わった？こんな行き止まりじゃなかったような気がするけどな。で、ハブがいそうだからね、怖かったりするんですが。あ、ここですね。右もなんかありそうだけれど、多分ここが正規な。トカゲ多い、さっきの茶色いやつ。そっか。ガサコそういうのは、大概、トカゲなんだね。あ、蜂が目の前飛んでた。あれ？ここかな？こんなに険しかったかな？まあね、もしここじゃないとしても、新しい場所、発見とかするのは、楽しいんで、ちょっとね、いつもこんなところ、橋本のでガサガサ、ハブかなと思って、ガサガサ怖いんだよね、急にね。よいしょ。え、こんな斜面だったかな？45度くらいのね、結構、斜面を今ね、登ってるんですが、足元がね、土なんで、ちょっとね、ずるってね、滑りそうな感じもあるんですが、葉っぱがね、土の上に引き詰められてるんで、それがつるっていきそうな具合であったりもするんですが、ここじゃなかった気がするけどな。あ、初めてだよな。こんなん登ったことないもんな。なので、おそらく、本来ならね、さっきのお墓の右手から、あ、蜘蛛の巣。いつもはね、僕、行ってたと思うんですが、今回新しくね、道が開けてるということで、違うルートから上の廃所、登ってる感じかな。ああ、あの大きなクバの木、いつも途中であるんで、同じ場所に出るんですが、多分ね、右から行った方が楽だな、これ。左はね、ちょっと根っことかが多かったりして、蜘蛛の巣も張っててね、歩きづらいんで、もしね、ここ、参拝に行こうかなって思ってる人がいたら、もしかしたらね、以前の動画、この動画の説明部分に、これ、倒れてるね。僕の、この動画の説明欄に、関連動画のね、URL、つけとくので、そちらからね、いつも僕が登っていたルートのね、道が、これ、蜘蛛の巣、わかるかな？あんまりわかんないね。ね、URL 載せとくので。そちらからね、お楽しみください。うわぁ、この蜘蛛の巣嫌だな。ちょっと。これはちょっと、やばすぎ。あ、硬いな。こっち行くか。よいしょ。蜘蛛の巣がほんと、山のね、蜘蛛の巣ってね、硬いんですよ。なかなか切れないというかね、やっぱ、民家近くにいる蜘蛛となんか、野生化が強いというかね。あれ？この廃所初めてだぞ。え？いつもの場所だな。なんかルートが違うな。前、ん？本来はまっすぐ来たような感じがするんですが、でもたどり着いた場所はいつもの愛想ですね。ガサガサ怖い。よいしょ。ま、待ってる前なんでね、そこまで大丈夫だと思うんですが、なんだろうな、ルートが違うルートができてるのかな。はい、こちら廃所なんでね、こちらも奪いしていきます。お邪魔します。ちょっと息が切れちゃってるんですが、ふう、暑いな。でもう一つ上にね、ここはいつもの場所なんで、やっぱりちょっと登る時のルートが変わってるのね、以前とね。その時々によって地形が変わって通れなかったりするんでしょうね。台風とか大雨で大木倒れたりして。はい、お邪魔します。ここはね、ドラゴン、カナブンか、タマムシ、なんか緑の綺麗な
士が飛んでるね。シーサーがいたりね。ドラゴンとシーサーが守ってくれてるね。廃所です。この、貝もめちゃくちゃでかいな。30センチぐらいあるね、雲貝。すごいね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ね、来るタイミングによって、やっぱり違った、道でしか行けないみたいなね、感じになってるんでしょうかね。はい。というわけで、まあ、今回、浜比嘉島来てるんですが、危ない。実は本当だったらね、いつもだったら宮城島とか池江島から行くんですが、今回こそはね、浜比嘉島の一番奥にある、ね、高江洲塩工房、ね、製塩所のね、奥にある高江ビーチ。前回ね、時間が遅くて入れなかったんで、まあ、今回浜比嘉島からね、一発目にやってきた感じなんで、まあね、チャンネル登録しておけば、そのね、絶景が見える、本当にプライベートビーチみたいなね、まあ、こじんまりとしたビーチなんですが、本当に絶景ビーチが、穴場の絶景ビーチをね、お届けすると思うんで、チャンネル登録して、楽しみに待っていてください。というわけで、今回は、うるま市の離島の一つ、浜比嘉島の、浜比嘉ビーチと、入りの宴から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまたねー。バイバーイ。